はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、9月の PayPay ペイペイは5週連続セブンイレブンアプリで半額クーポン、ダイソーやコジマもということで、今回は PayPay ペイペイについてですね。この動画では9月の PayPay ペイペイに関するキャンペーン、そしてクーポンについてお伝えします。9月もですね、使い方によっては PayPay ペイペイも有効活用できそうですので、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは ましょうということで、今回は大きく2つに分けてお伝えします。まず1つ目はこちらのセブンイレブンとペイペイのキャンペーンですね。まあ、実際の画面を見ながらですね、見ていきましょう。今が新規登録のチャンス、クーポン配布日の3日前、日曜日までにセブンイレブンアプリにペイペイを登録されている方に、 対象商品の半額クーポンが配信というキャンペーンでございます。これ以前も確かあったようななかったようなキャンペーンだった気がするんですけども、それが今回でですね、9月の5週連続開催されるということでございます。で、今お伝えしたように配信日のそれぞれ3日前の23時59分までにセブンイレブンのアプリに PayPay ペペを登録すると。そしたら水曜日に対象商品の半額クーポンが合計5枚もらえます。まあ、後ほどですね、どんな画面で使うのかっていうところをですね、解説しますので参考にしてください。 で、今回のクーポンでですね、第1弾から第5弾に分かれて配布がされるということなんですけども、どんなクーポンがあるかですね、見ていきましょう。まず第1弾の配布新日として、9月1日から配信されまして、9月7日までの間に使えると。で、5種類のクーポンはご覧の通りとなっております。雪印のコーヒー、ヤクルトのソフールプレーン、このヨーグルトですかね。あと紅茶家電のロイヤルミルクっていうの、これ 440ml のタイプ。 ま、今回ですね、この半額クーポンがお得なのかどうかというところなんですけども、ま、結論から言うとおそらくお得だと思います。今出てるこの金額がこの半額になるということでございますので、ま、正直僕はこの中であれば、このフプライドポテトなんか美味しそうですよね。これであれば、ま、80円ぐらい。税込みであれば80円ぐらいで買えたりですとか、あとこのヨーグルトもいいですね。あとロイヤルミルクティーンもこれも半額になるっていう感じなので、ま、コンビニはね、若干単価が高いところではあるんですけども、今回のこのクーポンを使えば半額 になるというこのクーポンの配信日が9月の8日8日ですね。利用期間が9月の14日までということで、この中であれば、コカ・コーラのこの麦茶、他にもコーヒーであったりとか、あとアイス。 雪見大福ですね。まあ、そんな感じのものが出てるんですけども、今出てるご覧のような金額が、まあ、クーポン使えば半額になると。ま、あおそらく僕はこのロッテの雪見大福ですね。これは買いそうな感じはします。あとは、まあ、ま、あ個人的にはパスするかもしれないです。コーヒーはね、自宅で入れることが結構多いので、この時の週は雪見大福のクーポンを消化しようかなと思っております。で、他の第3弾とか第4弾で、第5弾に関したら、カミングスーンってなってますんで、今のところはですね、情報が出てないんですけども、随時ね、この期間が近づく 続くにつれておそらく事前にね発表されるような感じになってるのかなっていう風に思っておりますまあ念のためですね実際の画面なんですけどもこちらセブンイレブンのアプリなんですが僕の場合ですねこちらをタップしたらわかるようにもうペイペイとセブンイレブンのアプリを連携してる状態でございますでクーポンを使う際なんですけどもこの左下にですねクーポンというタブがあるのでここをタップするとここにクーポンが色々出てきます今現在であれば僕ねセブンカフェのクーポンがなんか出てるっぽいのでまあ、30円引きでコーヒーを買うことができる んですけどもこの中にねクーポンが表示されるような流れになりますで使う際にはその半額クーポンここの使うっていうところをタップしてジェブレムアプリの会員コードのバーコードとクーポンのバーコードが出てきますのでどちらもね店員さんに見せてあげて、まあ、ペーペーで支払う場合はこのペーペーで支払うってタップすればペーペーがね立ち上がりますんでこのまま決済をすればクーポンが適用されてお買い物ができるという流れになりますやり方としたらめちゃくちゃ簡単ですねで続きまして2つ目のキャンペーンなんですけどもこちらもですねペーペーのクーポンのキャンペーンでございますクーポン,マンデー っていう名前になってますねで、今回発表されたクーポンはご覧の通りとなっております。8月30日月曜日に更新されたということで、まあ一部ね、今回ツイッターでもちょっとつぶやいたんですけども、例えばこちらの赤ちゃん本舗、5%付与ということなんですけども、まあ見ていただいたらわかるように、8月30日から使えまして、9月の12日まで。で、クーポンによっては日付が結構バラバラでございますので、これはね、ご自身で事前にチェックしておいてください。 で、使う金額とか、付与上限も変わってきます。対象金額が3000円以上のお支払いで5%付与ということで、それぞれね、実際にどれぐらい使ったら上限に到達するかというところなんですけども、赤ちゃん本舗の場合に関したら、実際に2万円まで使うことによって、付与上限の1000円に到達します。で、次に、コーナに関したら、付与上限が5万円相当という、まあ、結構すごい金額にはなるんですけども、なので単純計算で50万円までペイペイのクーポン使って、コーナでお買い物した場合は、5万円の上限に到達すると。そして、ダイソーですね。 これ結構利用される方多いのかなと思うんですけども、冬上限が1000円相当まででございますんで、まあ実際に2万円まで利用することによって上限の1000円に到達します。次にグッテですね。グッテはね、おそらく九州にあるホームセンターだと思うんですけども、これはね、今ここにも出てるように、2000円以上の支払いで冬上限が200円相当ということでございますんで何、何パーセントとかではなくて、おそらく2000円ぐらいね、そのまま使えば、まあ実質10%分のね、200円相当がもらえるということでございます。で、次に小島10%不要で冬上限500円ということでございます。 ででででで5000 500 1000円円円使えばにににに到到達達すすすするるるととととデニーズに関してては上上限限1なので1万円まま利用するここよっいいうことでございますクーポンのページはですね、結構更新されることが多いので、こんな風に9月6日とか、また後々ね、更新されるものも事前に出てることもあったりするので、ここはね、ぜひ公式ページもぜひ見ておいてください。まあ、せっかくの機会なんで、PayPay ペペのクーポンのいいところですね、ぜひお伝えできればと思うんですけども、これ以前ですね、動画でお伝えしたことがあるんですが、まあ、Q&A にある一部の部分を 抜粋してるんですけども、こちら対象の支払い方法を教えてくださいというところで、このアンサーの部分ですね。 ペイペイアプリでの支払いが対象ですと。ペイペイ残高の種類や、クレジットカード支払い問わず対象ということで、ここがですね、ペイペイクーポンのすごい魅力的なとこなんですよ。まあ、分かりやすい例えをお伝えすると、例えば、ペイペイがですね、今度9月13日から開催される、街のペイペイ祭り20%のキャンペーンなんですけども、対象の支払い方法というのが、ペイペイ残高、ヤフーカード、ペイペイアドバ払い、そしてその他のクレジットカードは対象外っていうこと、大体このパターンが多いんですよね。なので、まあ、ヤフーカードはね、使われてる方も中にいらっしゃると思うんですけども、 以外のクレジットカードをメインでで使っっってていいるる方ううのも結構いらっしゃると思うんですよなので、キャンペーンに参加しようと思っても、ほとんどのキャンペーンが PayPay ペペの残高払いかヤフーカードであれば対象ということになるんで、なかなかね、好きなクレジットカードを使うタイミングっていうのがないんですよね。ですけども、今回その PayPay ペペクーポンを利用する場合に関したら、好きなクレジットカードで決済してクーポンが適用されて、クレジットカードの恩恵も受けることができるっていうね、そこがすごい魅力的なんですよ。まあ、例えばなんですけども、まあ、実際のね、クーポンの使い方と画面を見ていただければイメージが湧くと思う ですがこれペーペーの画面からこの画面の中にですねクーポンというタブがあるのでここをタップしてそしたらクーポンの画面が色々出てきます例えばですねここのダイソーをですねタップするとダイソーの画面情報が出てきまーしてですねこのダイソーのところをタップするとクーポンのいろんな情報が出てきますでこの画面の一番下にクーポン獲得すると出てきますのでクーポン獲得するをタップしたらこの状態でクーポンが獲得した状態でございますでもしですねそのまま決済をする場合に関したらこの支払いに進むっていうところに進みます そしたらですね、そのまま PayPay の画面に切り替わるんですけども、もちろんこのままね、決済して PayPay の残高バレーで決済してもクーポンが適用された状態でお買い物ができるんですけども、先ほどお伝えした内容を合わせると、ここの PayPay 残高をタップしたらですね、ご自身が PayPay と連携してるクレジットカードのね、情報が出てきます。僕の場合は他に3枚ですね、ビザのクレジットカード、もしくはプリペイドカードとかと連携をしてるので、いずれかをタップします。そしたらですね、決済するときに PayPay と連携したクレ クレジットカードが適用された状態で支払うことができるので、ダイソーのクーポンが適用されるプラス2位のクレジットカードの恩恵、例えば1%とか、ビザラインペイクレジットカードであれば2%とか、まそういった感じでペイペイでクーポンも使えるし、クレカの特典ももらえるので、結構ね使い方によってはお得なんですよね。ま過去にですね動画でも解説をしてますんで、リンク貼っておきますのでぜひそちらも参考にしていただければある程度のイメージも湧いてくるのかなという風に思います。でですね今回のタイミングでそろそろペイペイ始めてみようかなという方がいらっしゃ しゃいましたらペイペイ始め特典ということでペイペイの新規登録をした後に本人確認をすることによって500円分のペイペイボーナスをもらうことができますのでまあ今回このタイミングでねぜひペイペイ始めてみてもいいのかなという風に思っておりますあそんなこんなで今回は9月のペイペイの5週連続のセブンイレブンクーポン半額クーポンについての情報とペイペイクーポンの情報そしてちょっとしたお得な使い方について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたま9月のね町のペイペイ祭りももう少しキャンペーン始まるのは先なので で、るのなこもしますでこの動画の中には入れたはないんですけども、地域限定で開催されるキャンペーンとかも結構お得だったりするんで、そこはね、ぜひご自身で公式ページをチェックした上で見ていただければと思います。で、今回お伝えさせていただいたキャンペーンのそれぞれのリンク概要欄に貼っておきますのと、あと過去にね、解説した PayPay のクーポンに関しての解説動画も リンク貼っておきますんで気になる方いらっしゃればぜひチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました